全然寝れてないけど、いつもこの時間に出勤してんだ俺。早くない？いつもこの時間帯に出勤してるんだ。早いけど。帽子は日焼け止めだよ。日焼け止めだよ。朝から元気ですね。マジ死にそうなんだけど。体調が悪い。あ、暗黒、いつもこの服着てるよ。いつも暗黒 T シャツを、売れ残りのね、暗黒 T シャツをここで再利用できるから。ツイッターでも見えるから、よかったら、手に1個ね、1個、よろしくな。この格好で平気で外に出れる。それぐらいの根性がなかったら、配信者やめちまえ。今を寝起きだからむくんでんの、ムーンフェイス。寝起きでね、顔がパンパンです。パンパンです。顔がパンパン。太ったね。もう俺も太ってハゲ、デブハゲになったらもう死にします。ハゲデブっていい、ね。俺もともとデブに憧れてたからちょうどいいかもしれんな。まあ向こうに引っ越したらジム行ってまた体を整えるけど、だってずっと一日座ってるだけだもん。座ってるだけだもんって、なんか俺がサボってるみたいだけど、ずっとね、向こうの仕事場はコールセンターというところは、椅子に座ってね、お客様のお電話をとしっかり取ってね、電話対応するところでございますんで。俺デブ好きですよ。ガリよりもデブ派ですから。いつも朝この時間でここさ、すごいことになってんだよ。もっさもさになっててさ、ここの土地もともとこのとこ焼け野原に何もなかったところなんだけど、この土地さ、ずーっと見てたらもうこんだけ雑草が生えてて、しかもこの雑草ね、この百合みたいなやつ、これ確か俺雑草に詳しいんだけど、台湾から輸入されたさ、鬼百合だったかな。ほらこういうトゲトゲあるじゃん、これね、すごい勢いで生え込んできて道路まで侵食してきたんですよ。もともと観賞用で台湾から輸入されてきたね、何だったかな、鬼百合みたいな種類のやつで、でそれが日本に輸入されてすんごい繁殖力伸ばしてて根付いてんだよ。でも1年か2年ぐらいすると全滅するらしいけどね。あとこれ覚えてるでしょ、懐かしの昭和の皆さん、これブドウジュースにして飲むと死ぬからね。これヘビイチゴって言ってね、ヘビブドウって言って、なんか紫の汁がピューって飛び出るんだけど、これ毒だから気をつけてね。俺雑草に詳しいから。でこれが猫じゃらし、通称猫じゃらしって言って、なんか俺変な人もしかして。俺変な人ですかね。なんかずっとこのこれ猫じゃらしって言ってて、これで見て一人で喋ってたら、なんか周りの近所の人がやばいやつがいるみたいな風になって、ちょっとさすがに刺したんで、ちょっともう行くわ。猫じゃらしはすごい繁殖力が高くてね、一回入るとそこにうわーってすごい勢いで雑草が繁殖してしまうんだって。俺昨日全然寝れなくてさ、夜中の3時半までやって、結局あまり の自分の放送のね不甲斐なさに心を痛めてました。タイムショー見てたら2秒5分で寝れた。昨日自分のタイムシートを見てたのね。なんと最短記録で5分で眠くなっちゃって、でそのまま泥のように眠りました。なんかしらも眠ったのくなっちゃった。5分持ちますよ。つまらない、いやもうつまらないというのはね、もう昨日は時々ハズレ枠やるからごめんなさい。時々私ですね、外れ枠やってしまうんで、いや、これ戦は寝ない。俺こ、自分で一つ決めてることがあって、絶対に仕事場ではグースからね、腕組んでグースか寝るってことだけはしないようにしてる。なんでかというと、他の人が休憩しますって言うならいいと思うけど、勤務時間中に寝ちゃうと、他のね、真面目に仕事対応してる人たちが嫌な気持ちになっちゃうからなかなと思って。だからです。今から仕事です。今から電車乗って1時間半かけて、1時間半かけて毎日、私出勤します。
時々さ思わん、あそこに鉄筋、ああいう高いビルにさ鉄骨かけて隣のビルまでつながって、それはだったら100万円とかいう企画があったら面白そうだなとか、なんか漫画飲みすぎて頭がちょっとね、こういうビル隣と隣のビルになんか滑り台とか作っちゃって何言ってんだろうな、頭がね、誰が外事って名前を、あ、まあ、外で怒ると、ね、外事という漫画のパクリですけど、頭が、いや、海外行きたけど、今お金貯めて頑張ってんですよ。いろいろと税金クソっきりかかるしさ、みんな知らんと思うけどね、前年度市議会議員で、それで、退職するとなんか前年で稼いだ分の税金がどっさりと、思ってる以上にどっさりとやってきて、僕らの心をですね蝕むレベルの、もう保険料とかも、もう考えるだけでも頭痛いんですよ。もう吐きそうなぐらい、もうやばいんですよ。もうそれ考えると、クレープなんかやってんのよこの時間帯の。最近外国人がすごい増えてるな。じゃあそんなわけでもちょっと今日なんで枠取ったかっていうと、もうなんか最近無遊病みたいに誰かと喋れない、自分の言い方誰かと喋ってないとなんかまたストレスで爆発してうわーから。じゃあありがとうございました。誰だよ邪魔してるやつ、ポタポタで妨害しないで、電波妨害やめてください。